はい、どうも、ギです。皆様、明けましておめでとうございます。これが新年初動画となるんですけど、本日1月8日の昼過ぎぐらいですね、ツイッターのホークスファン界隈とセブファン界隈がざわついておりまして、それが何かっていうと、ホークス中村晃選手のストーリーでね、インスタで、本日の練習私だけ出ませんと。他の選手は出ますけど、私だけ練習には参加しませんと。という告知のストーリーを上げてたんですよね。つい先日ね、カープからオリックスに移籍した西川龍馬選手の人的保障として、オリックスの若きピッチャー日高選手が人的保障でカープに行ったと、そういう話題があったばかりなんで、まあ、こんな時期なんでね、ちょっとこれは匂わせなんじゃないかなと、非常にファンたちがざわついておりました。でも僕も正直めちゃくちゃビビりました、これには。嘘でしょ。去年の12月にね、人的保障のプロテクト予想動画とか出してたんですけど、その動画内で、まあ中村晃選手は絶対にプロテクトされてるでしょうと、まあ、個人的にはそう思ってるんで、まあ、高をくくっていたらなんかね、こんな意味深なストーリーが出てきたんで、正直僕もめちゃくちゃびっくりしました。まあ、ただ、まあおそらくインスタにそのストーリー上げて、まあ、DM でダイレクトメッセージでめちゃくちゃどういうことですかみたいなファンからの問い合わせが届き散らかしたんでしょうね、おそらくね。数十分後に体の調整ですと端的に一言だけ書かれたストーリーがまた公開されて、それでようやく安心できましたね。なんだ体の調整かって。いやもうダメですね、この時期人的保障の発表がもうすぐであろうというこの時期にね、やっぱああいうストーリー見るとどうしても邪推してしまうというか心配になってしまうんですが、まあ、そこでちゃんとファンにね、違うんですよってお知らせをしてくれるあたりはさすがワイのアキラだなと思いました。あ、もう全然ワイの僕のアキラなんで、ちょっと皆さんあんま手出さないでください。はい。しかしね、ホークスから誰が人的保障と行くのかなかなか発表がまだないですね。確か去年コンちゃんが来た時の人的保障で、まあジャスティスが行った時が1月12日ぐらいでしたかね。そんぐらい1月中旬ぐらいだった気がするんで、また多分僕の見立てだとあと1週間もすれば人的保障誰が行くか発表されるんじゃないかと思うので、まあ、その時まで震えて眠りながら待ちたいかなと思います。他にはね、スチュアートの契約延長の発表とかもありましたし、あと最近山川選手がインスタでね、バッティング練習してる動画をすごい上げて、やる気満々なことが伝わってきますし、徐々にね、球春到来が近づいてるなというのを実感しております。まあ、この動画を皮切りに、まあ、このチャンネルもね、徐々に動画投稿ヒットがこれから尻上がりに上がってくることかと思いますので、ね、年末年始ちょっとサボり散らかして申し訳なかったんですけど、何卒ね、今年もギータオフソインチャンネルをよろしくお願いいたします。本日も動画見てくださりありがとうございました。それではまた次のところでお会いしましょう。オフ、最高。